はい、皆様、なんかね、毎日の生活の中で私性格悪いななんて思うことないでしょうか。はい、性格が悪いのは何のせいっていう、そんな話を今日はしていきます。はい、べっぴん系でべっぴん大使、鈴木ひろみです。皆さん毎日忙しいですか？どうですか？毎日ね、いろいろね、本当に女性はやることが多いなっていう方も多いんじゃないかなと思います。あ、でもそう、このべっぴん菌チャンネルは男性もいっぱい見てくださってるんだよ最近ね、さよちゃん。え、嬉しいです。そうでした。そうなんです。男性も見てくださってありがとうございます。そう、男性にも使っていただきたいね、本当に麹でございますし、うん、まあ男性もイライラするよね。しますよ、ねえ、うん、よくイライラしてるわ、会社とかでね。うちの夫って言いそうなんですよ、これまた見てるから怒られる。カットでお願いします。いいよ入れても。大しては見てないのよ、数字とか見てるけど。そうなんですね。そう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 、さやちゃんね、旦那さんもね、気づいたっていうね。気づいた、そう、今月気づきました。遅っ遅っみたいな。そうよ、でもほら、うん、だんだんほら YouTuber として認めてもらえるようになる、なってくるじゃない。あ、そうですね。そうでしょ、うん、ね、よかったです。そうそう、娘と息子からの称賛が来るわよ、さやちゃん。あ、そうですね、子供たちの方が称賛してくれますね。そう、みんななんか最近あの YouTuber のひろみさんですよね。YouTuber ではないです。私も声だけで。全然話が関係なくなっちゃったんですけど、はい、男性もいらっしゃると思うんですけど、もうね、ちょっとイライラしたりするのはね、何のせいっていう話で、いろんなもののせいがあるんですけど、今日はね、特にね、お砂糖。そしてお砂糖ってなんか甘いもので取ってる印象あるけど、実は違かったりするよね。そうですよね、もう全然気づかないですけど。そうなんですよ。そうなんですよね、違うものから取っていて、まあ、さやちゃんは甘いのもともと好きなので。そうなんですよ、取ってる印象あるじゃない。甘いものを食べたらなんかお砂糖取ってる感あるけど、 それもありますよね。私なんて超しょっぱ糖なので。そう、でも実は取ってるお砂糖たちみたいな。そうですね、しょっぱい系の人たちが取ってるお砂糖の種類って、ね、うん、ちょっと違いますよね。ね、そうそうそう、うんうん、でも実は結構取ってて、それがね、大きくその性格だったりとかに影響してるよっていう話をね、今日はしていこうと思います。はい、こちらのべっぴん菌チャンネルはですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。はい、麹はね、日本の国菌である麹菌からできておりまして、麹菌はすごいんだよっていう話をしております。はい、本当に麹たちはね、私たちにとって最強の武器であり、最強の救世主ということで、たくさんの方に知っていただきたいなという思いでですね、こちらのチャンネルやらせていただいておりますので、ぜひよかったら他の、はい、動画も見ていただけたらと思います。まずですね、うん、お砂糖ってそんな体に、ね、そんなに良くないのかなっていうのが、うんうん、ね、知らない方も多いと思うんですけれども、うん、やっぱりこうやめることで体にいい変化があると思うんですね、うんうん、はい、うん、そうですね、お砂糖ね、なんかなんで悪いのって感じだよね。そうですね、本当に、うんうん、食べ物だしねみたいな感じでね、思うよね、うんうんうん。まあでもお砂糖はね、そのマイルドドラッグって言われてたりとか、まあ天然のものだったら全部いいわけではないっていうところがね、うん、ありますよね。確かにその化学調味料ではないし、お砂糖は、うん、そう、でもサトウキビから作られてるから、まあ温かい地方のものなので、体を冷やす効果があったりとか、あともっともっと欲しくなるマイルドドラッグみたいな効果があるというふうにも言われてるんですよね。そうですね。で、まあ、糖質なので食べたらね、血糖値がバンと上がるっていうところで、私たちってすごくこの血糖値のコントロールってすごい大事って言われてるんですよね、うん、なので、まあ、食べ方だったりとか、食べる順番だったりとかっていうのもすごく大事っていうふうに言われているんですけど、まあ、本当にお砂糖、まあ、いつのタイミングで摂るかとかもそうだし、だから、まあ、糖なので、血糖値なので、お砂糖以外のねものもね、摂り方ね、結構ね大事だったりはしますね。そうですね、はい、なのでその来る変化、一つ目としてはその血糖値がポイントだと思うんですけれども、うん、この血糖値が
急激に上がりやすいということで、うん、そうなるとどういったあのことが考えられ起こりますか？その血糖値がバーンと上がると体がやばい血糖値が上がったと思ってインスリンというのがですね、はい、膵臓から分泌されるんですね。でそのインスリンが分泌されると血糖値が下がるんですけど、今度下がりすぎちゃうっていう傾向にあるんですよね。なのでバーンって上がってバーンって下がるので、またそうすると糖質が欲しいみたいな感じになっちゃって、こうね血糖値の乱高下をしてしまうというところがあるんですね。なので急激に上げないっていうのがね結構大事だったりします。はい、やっぱりその低血糖とかになった時とかにやっぱりだるくなったりとか、そうなんですね、落ちた時になったりとか、食べた後ね、そうですね、血糖値が上がって落ちた時にそう眠くもなるし、まあ本当にねなんか体が疲れやすくなっちゃったりとかね、まあそういうこともね起きるですよね。これが砂糖を適量にするとスッキリ起きられたりっていうところにつながってくるってことですね。そうですね、血糖値の乱高下がねしなくなるよっていうところですね。そうなんですね、では次に、よく砂糖をやめるとこう肌が綺麗になるって聞いたことあるんですけれども、そうなんですか？はい、この砂糖はね毛穴を開くというね、綺麗なお肌って毛穴ってキュッて閉まってる印象あるよね。そうですね、子供の頃のお肌っていうイメージ、毛穴あるけど閉まってるっていう感じ、そうそうそう、もちろん毛穴はねみんなあるわよっていうね、それがキュッと閉まっている感じがですね、そう毛穴が開くとね翔子様も言ってました。YouTube をやっている美容家の翔子さんも、そう砂糖はね毛穴を開くのよって言ってたんで、やっぱり毛穴開くの嫌だよね、なんかねそこね。そうなんです。なのでお肌がキュッと毛穴が締まって艶やかな肌の調子も、ね、良くなると言われています。でさらにこうお砂糖をやめた時に得られる効果としては、メンタル面でもあるんですよね。はい、そうですね、そうお砂糖を取るとですね脳が刺激されてね、そうドーパミンっていうね物質が出るんですよね。そうすると一瞬すごい幸福みたいな、いややったみたいなね、なんか喜びみたいななんか感じになるので、なんか疲れた時とか甘いの食べたくなって甘いの食べた瞬間そういう気持ちになるんだけど、またすぐ気分が落ち込んじゃうみたいな感じになるので、まあ、その感情的にもすごくアップダウンが激しいようなね状態になってしまうというところが、お砂糖をね取りすぎるとねそういう風になっちゃうよっていうところがありますね。そうですよね、やっぱりストレス感じた時、働いてる方とか、育児一生懸命やってる方って、ね、必ず、ね、誰しもちょっとストレス感じると思うんですよね。その時に甘いものってやっぱり食べたくなるので、食べたくなる。その時にねやっぱ食べちゃうと、本当に一瞬はね幸せでいいですよねっていうのですけど、その後になんか罪悪感がね戻ってきて、なんかより落ち込んじゃうみたいなことあるよね。で体調もちょっとその軽くなったりっていうのに、知らず知らずのうちにつながる。そうですね。でイライラしてくるって、ね、あんまりいいことがないですよね。そうよく考えればね、何をしてるのか問題よね。そうですよね。そうせっかくイライラをね止めようとして甘いの食べたのに、結果的にはよりイライラしてるっていうことになっちゃうからね。そうですね、自分が性格悪いかななんてね、思ったりすることもありますけど、ちょっと自分の食べ方がいけなかった、体に負担をかける食べ方だったり、お砂糖の取り方をしていたのかもしれないですね。続いてさらにねお砂糖を取らないことで、まあ、変化というと免疫力っていうところを聞いたことあるんですけど、免疫力も、ね、低下してしまうんですよね。そうですね、まあ、腸のね、まあ、炎症を起こすというふうにも砂糖で取りすぎるとねって言われてるところがあるので、まあ、腸って本当に、まあ、大切で腸を整えることができるので、こっちの調味料を使うといいよっていう話をこのチャンネルでもねいつもしてるんですけど、はい、なので腸が、ね、荒れちゃうお砂糖を取りすぎてしまうということが良くないよっていうところになります、はい、なので腸内環境が悪くなると本当免疫力は下がってしまうっていうふうに言われてるんですね。で免疫力って、まあ、一言で免疫力といってもね本当にいろんなところ、風邪ひくとかもそうだし、もうそれこそがんとかもそうだし、アレルギーとかも全部免疫力に関わってきてるので、本当に結構大事な
部分なんですよね、うんうん、なのでそれがね低下しちゃうのはみんないいことないよねっていうところなんですよね、うんうん、そうですよね、はい、食べ物に気をつけててもね、うんうん、やっぱりなんかいろんな症状が出てるっていう時はちょっと振り返ってみるといいですね、うんうんうん、そうですね、うんうん、そうなんか本当にやっぱり食べ物がきっかけでとか体への負担によってその先自分の体が本当病気になっていくかどうかみたいな、なんか病気になってるのっていきなりなるわけじゃなくて徐々になっていくじゃないやっぱり、うん、体の負担が大きくなる食べ方でさらに性格もちょっと嫌だなって感じて結果病気になるとか本当になんかねメリットなさすぎるじゃない。そうですね。そうだからやっぱ本当に食べ物って本当に大事ですよね、うんうん、そうですね、うん、なので今の話につながるんですけどやっぱり病気のリスクっていうのも上昇してきますし、うんうんうん、あと、まあ、加齢っていうのは 誰しもすると思うんですけれども、うん、老化ね、うんさらにその老化っていうところにもつながってくるんですよね。そうですね。もうね、うん、お砂糖イコールね糖なのでやっぱ糖化っていうのはね人間にとってもエイジングしていくっていうところになっていくのでやっぱりアンチエイジングっていうところを考えるとお砂糖ではないものでね何らか甘いものを取ったりとかする方がやっぱり体への負担は少ないだろうなっていうところですね、うん、はい。砂糖をやめるっていうところ、まあ、なかなか難しいと思うんですけれども、うんまあ、全部やめるっていうのはなかなかできないし、うん、しなくてもいいことなの で、うんうんでね、まずはどこから始めたらいいと思いますか、うん、そうやっぱりなんか本当にここでそんなお砂糖を取ってたんだっていうところが一番私がね本当この麹生活をしていて思うのが本当ドレッシングなんですよ。そうしかも体にいいと思ってみんなサラダ食べててドレッシングかけてなんと砂糖を取っているというね恐怖でしかないみたいなね。そうやっぱそれは本当にみんなやめたいよねっていうかそこはやっぱ気づいた方がいいよねっていうところかなと思うのでそのドレッシングの中に入っているお砂糖だったり人工甘味料の時もあります。油酸化してる。そうなんかいいことがなさすぎるよね、うん、そうですね。そうせっかくのサラダがせっかくのしかも勇気の野菜だったりした日にやみたいなね勇気なのにあなたはドレッシングやばいですよみたいな感じになっちゃうんで そこはぜひドレッシングから、うん、見直していただくのが一番やりやすいかなと思ってます、うん、はい。でもドレッシングで作るのって難しくないですか？全く難しくないです。あ、そうなんです。混ぜればいいだけですそう本当に混ぜればいいだけでそのドレッシングのやっぱり甘みって結構大事なんですよ。ドレッシングってあの甘さなんかしょっぱいから甘みを感じないけどあんまりすごい甘いとは思わないじゃんドレッシング食べてて、うんうんうんあのしょっぱいとか塩味とかの方が強いけどあの影に甘さがすごいあるんですよ。その影に隠れてる甘さのおかげで美味しいんだよやっぱドレッシングって。そうだから必ず甘み入れた方が美味しいんですね。なのでまあなんか塩コショウとオリーブオイルみたいな感じで召し上がってる方も多いと思うんですけどあの気にしてる方とかはねそこにやっぱなんか甘酒と塩麹醤油麹とオイルとお酢みたいな感じでただ混ぜるだけで、まあ、お酢もね体にいいし、うん、オイルも良質なものを取ればめちゃくちゃ腸にも良いので塩麹も塩麹も甘酒も発酵食品であるっていうところで最強よねドレッシングっていう感じなんですよ、うん、そう3つでできるって思いもしないので、うんうん、そうなんか美味しいドレッシングが結構いくらでも作れるので、そうぜひ作ってっていう感じですね。そうですね、うん、まあドレッシングはですね本当にあ何でもいいですっていう感じなので大体あの塩麹もう何でもいいので塩麹醤油麹甘酒で作るんだったら1対1対1ぐらいの感じで混ぜてもらってお酢も1で大丈夫です。あのオイルは半分ぐらい 0.5 ぐらい入れていただいて混ぜ混ぜすると美味しいドレッシングになるのでやってみてください。これ本当にその場ですぐ食べる直前に作るのもね、うん、一つポイントですよね。そうやっぱり油がね酸化しないっていうところがポイントなので、うんうん、油もね腸内環境を整えてくれるオメガ3系のなんか油入れていただくといいかなと思うんでマーマニ油とかねエゴマ油とか、まあ、そういったなんか油を選んでいただくとよりお肌がピカピカになるよと思いますので、うん、ぜひやってみてください、はい、でもやっぱり外食、うん、の時も、うんうん、あるじゃないですか、うん、外食の時ねやっぱりサラダとかね注文してて、うん、でもその時ドレッシングってどうされてますか？そうドレッシングね必ず外食で食べる時はサラダのドレッシング別添えてくださいって言うとかドレッシングなしで塩コショウとオリーブオイルくださいとかって
ていう感じで言うとやってくれるんで、そうやってやってみてください。そう、やっぱなんかこう和風ドレッシングとかノンオイルとか書いてあるやつとかあるじゃん、とか選びがちじゃない。なんか私は過去はそういうのすごい選んでたなと思うんだけど、全然やばいからさあの子たちはね、もちろんお店によっては大丈夫なところもあると思うんですけど、そうなんかやっぱドレッシングはそう危険なので、そういう風にしていただくと外でのねサラダもねちょっと安心して食べていただけるかなと思います。ドレッシングよりもマヨネーズが好きですっていう方も多いと思うんですよ、サラダにはマヨネーズね。そうですよね、マヨネーズもね、お砂糖マヨラーチームね。そうです、マヨラーはたくさんいると思うんですけど、私もマヨネーズも大好きでした。麹でマヨネーズもね作れるんですよね。そう、麹マヨネーズめちゃくちゃ美味しいので、しかも、簡単に本当ね作れるからね。でマヨネーズもね、はい、こちらでね作れますので、ぜひマヨネーズも作って、マヨラーの方はマヨネーズでぜひ食べてください。超簡単麹マヨネーズ作っていきたいと思います。まず材料ですね、こちら豆乳ですね、豆乳 25g です。そしてこちら米油とか太白ごま油とかですね、そういった油で、これはですね太白ごま油です、 50g です。米油もですねおすすめです。そしてこちらが甘酒 8g ですね。そしてこちらがですね玉ねぎ麹です、玉ねぎ麹 16g です。そしてこちらお酢ですね、小さじ 1.5 ですね、小さじ1と半分ですね。こちらをですね全てブレンダーに入れて、そしてですねブレンダーかけていきたいと思います。はい、はい、甘酒はですねこれは玄米の甘酒に今回してますけども、何でも大丈夫です。色はねやっぱりマヨネーズ白いので、色を気にしない方だったら黒でももちろん良いと思います。はい、お酢も入れました。はい、ではブレンダーをかけていきたいと思います。マヨネーズでございます。本当にあっという間にマヨネーズが出来上がりますね。よかったらやってみてくださいということで、今日はですね、はい、性格が悪いなと思ってる方はね、もしかしたらねサラダのねドレッシングを変えたりね、マヨネーズを変えたりしていただくことから始めるとね、本当に体が軽くなって心も軽くなって、あ、そういえばイライラしてないなとか、でそういえば私ちょっと性格良くなったんじゃないって思えたりするんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんお試しいただいてですね、作ったらぜひもうコメント欄にぜひコメントを書いてください。もう作レポを書いてください。みんなおかしいね、作レポが本当に少ないからね。はい、もうメッセージではいっぱいもらってたりですし、ライブでもいっぱいくれるのになぜか作レポ入んないわね。はい、皆さんお願いしますということで、はい、今日も皆さん最後までありがとうございました。こちらのねペッピンキンチャンネルではですね、毎週水曜日朝6時20分からライブ配信をしております。はい、ぜひライブもですねご参加いただいて、一緒に何か作ろうのコーナーをやっておりますので、ぜひ一緒に作ってください。そのメニューですね、メニューは毎週日曜日にですね、今週水曜日何やるよっていうのを送ってますので、ぜひよかったらそちらをね、ゲットしていただいて、ライブ一緒に作っていただけたら嬉しいです。結構みんな最近一緒に作ってくれて、できたーと言ってくれるのがめっちゃ嬉しいので、はい、ぜひお願いします。はい、ということで、今日皆さんありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。はい、大葉醤油麹の質問です。はい、私が作った醤油麹、そんなにシャバシャバしてなかったです。もっと醤油麹を増やしてから作った方が良かったでしょうか。醤油麹の醤油の量って適量なのでねそうそうそう、ちょっと多めにお醤油入れた醤油麹を確かに作っていただいた方が、大葉醤油麹はね作りやすいかなと思いますので、ちょっとお醤油の量多めに醤油麹を作ってみていただければと思います。はい、はい、コメントありがとうございました。ありがとうございます。